どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回はリュウ実況チャンネルグッズ化のお知らせでございます。チャンネル登録者数15万人を記念いたしまして、今回我がチャンネルのグッズをヴィレッジヴァンガードさんとコラボをさせていただきまして、発売させていただくことが決定しました。これも一人ですね、皆さんがいつも動画を見てくださっているおかげだと思っております。本当にありがとうございます。今回ヴィレッジヴァンガード様の公式サイトより期間限定完全受注生産という形で8種類のグッズを発売させていただきます。今回はその8種類の商品をご紹介させていただく動画となっております。商品のサンプルと具体的な使い方、こちらをねご提案させていただく形になりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは定番の T シャツですね。 T シャツはデザインを3パターンご用意しております。15万人記念特別ロゴ入り T シャツ、通常チャンネルアイコン入り T シャツ、ゲスノーチゲスヤアイコン入り T シャツの3パターンでございます。カラーは白のみとなっております。特にこのゲスノーチ T シャツに関してはですね、相手をイラつかせる効果が絶大でございます。カードゲームなどを遊ぶ際にですね、着ていただくと番外戦術として相手を確実にイラつかせることに一役買ってくれると思いますので、ぜひご購入いただきまして、クソデッキを存分に回していただければというふうに思っております。続きまして、パーカーもご用意をさせていただきました。パーカーも3パターンご用意しております。こちらはカラーは黒のみとなっております。こちらのおすすめといたしましては、普段使いから寝巻きまで幅広く使えるように通常チャンネルアイコン入りバージョンを押させていただきます。生地はそこまで厚くないんで、冬場これ1枚で出歩くと凍えちゃうかもしれませんが、寝巻きとかにするにはちょうどいいかなっていう印象なんで、よかったらご購入をお願いいたします。こちらのアクリルキーホルダーは5パターン用意させていただきました。こちらのキーホルダーは全身を拝むことができるものもご用意をさせていただいております。ちなみにこの顔面のサイズと体のバランスに関してなんですが、完全に実物と同じサイズ比となっております。ぜひですね、全身キーホルダーをご購入いただき、私の顔面の大きさというものを存分に味わっていただきたいというふうに思っております。使い道といたしましては、リュックなどにつけていただくとうざいやつ度が非常に増しますので、おすすめとなっております。スマホとかにつけちゃうとさすがに毎回顔面がちらついてきてめっちゃうざいので、あまりおすすめはしません。こちらは1パターンのみご用意をさせていただきました。こちらはチャンネル登録者数15万人記念仕様のみとなっております。こちらですね、 PC の横あたりに置いていただくとご自身の外躍度をさらに上げていただくのに一役買ってくれると思いますので、ぜひご検討いただければと思います。なお、精密機器の周辺に置かれる場合は顔がうざすぎて機器に悪影響を及ぼす可能性がございますが、ご了承ください。こちらも1パターンのみのご用意とさせていただきました。今回のラインナップの中では最も顔面が多いデザインとなっております。こちらはですね、主にスマホを充電する際に使っていただくことになるかと思いますが、その害悪なるデザインが原因となりスマホの充電が逆に減るという可能性もございますので、ご了承ください。このモバイルバッテリーを使用してバッテリー切れを起こしてカスタマーサービスにお問い合わせをいただいても使用ですとお答えするだけの対応になりますので、無意味なので問い合わせはしないでください。こちらも1パターンのみご用意をさせていただきました。こちらのデザインはチャンネル登録者数15万人記念仕様のみとなっております。主にスマホの裏に貼って使っていただくことになるかとは思いますが、指をですね、このように入れまして、そしてその指にこのスマホリングを装備した状態で拳を前に突き出すことによってメリケンサックのような使い方も可能となっております。このような使用方法は絶対にやめてください。こちらは全5パターンをご用意させていただいております。こちらも立ち絵をご用意させていただいておりますので、ぜひその大きな顔面を体感していただければというふうに思っております。こちらのおすすめ使用方法はお持ちの PC などに貼っていただくのがまあ一番いいかなと思っております。このステッカーを貼った PC を持ち込んで会議や打ち合わせなどに参加された場合、普通に顔面がうざいので
その顔面に参加者が耐えることができず、会議や打ち合わせを負けで終わらせられる可能性がありますので、時間を有効に活用したい場合はぜひご購入いただければなというふうに思っております。ちなみに PC の画面に貼ってしまうとめちゃくちゃ画面が見づらくなってしまうのでお気をつけください。こちらも全5パターンをご用意させていただいております。こちらは立ち絵パターンだとイラストが小さく感じてしまうかもしれないんで、インパクトの大きな顔面のみパターンが非常におすすめとなっております。こちらおすすめの使用方法はお手持ちのバッグなどにつけて一緒に連れて歩いていただくのがよろしいかと思います。ちなみに僕はこんな缶バッジをつけてるやつとは友達になりたくないので、ご利用は計画的に。今回ご紹介させていただく商品は以上となります。ぜひ気に入った商品がございましたらご購入をいただければなというふうに思っております。繰り返しになりますが、期間限定完全受注生産となりますので、このタイミングを逃すと一生ご購入いただけない可能性が高いです。ヴィレッジヴァンガードさんのホームページをですね、概要欄に記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。